政治資金規正法の改正をめぐり、立憲民主党の泉代表は1日、広島市で、自民党が公明党、日本維新の会に示し、賛成を取り付けた自民修正案に対し、反対する姿勢を示しました。代表は反対理由として、 野党が一致して求めている企業団体献金の廃止が盛り込まれていないと述べたほか、政党が議員に渡し、使い道を公開する義務がない政策活動費についても廃止、あるいは全面公開に至っていない、ゼロ回答だと批判しました。また国民民民主党党のの玉木代表はは長崎市の演説で自民党案についてて中身は全く不十分だとして 政策活動費について使い道が明らかになるめどがないと述べました一方自民党の茂木幹事長は実効性の高い最終の修正案だとして早期の国会成立を図る立場を示しました